ブルームバーグビジネスウィーク。ネカフェのライフスタイルも変化してるみたいで、で、なんか1ヶ月とかボックスもあるみたいですね。で、一方で、ネットをやるにしても、デイトレですごい稼いでる人がいて、ムラーヤンさん。なんか、モニターがすごい、10個ぐらいあるんですけど、普通はマルチタスクだと CPU、脳がついていかないんですけど、これはすごいですよね。これで結果が出てるって。旅人には向かないけど、一つの大きな流れが来た時には、まあ、何かこうチャンスがある的なことを伝えてくれるのかもしれませんね。メイクマネーはイージーじゃねえぜって言ってるんで、まあそこはやっぱり卓越したものがあるんだと思います。まあ、気になる方は、ぜひチェックしてみてください。それでは。